あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。怖くなんかないぞ。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。負けるもんか。人を追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。怖くなんかないぞ。僕だってやってやる。怖くなんかないぞ。一瞬だ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。できた。頼んだよ。
てるもんか。やったぞ。いくよ。負けるもんか。おお、僕だってやれるんだ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。了解だ。怖くなんかないぞ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。行くよ。頼んだよ。了解だ。やったぞ。行くよ。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。
てるのか。もしそうだとすれば、今は考え事してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。もらっていく。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。頼んだよ、頼んだよ。分かった。負けるもんか。できんな。はっ、できた。できんな。負けるもんか。頼んだよ。僕だってやってやる。負けるもんか。助かったら俺は本体へ伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。負けるもんか。頼んだよ。伝えれと。工場伝達
ス、右翼索敵、壊滅的打撃じゃないぞ。分かった、増援を出す。陣形を崩されるな。何だよ、怖くなんかないぞ。今ならやれるはずだ。
稼ぎは十分だ。急いでこいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。